機械とは、広義には、ある力が有用な働きをなし、あるいは他のエネルギーの形態に変化する力の伝達を行うような装置の総称。通常の用語では、機械は一般に簡単な構造を有する器具、または道具とは区別され、二つ以上の抵抗物を組み合わせて、互いに相関的運動を行う工作物を言う。日本語で、機械は、主に人力以外の動力で動く複雑で大規模なものを言い、機械のほうは人力で動く単純かつ小規模なものや道具を指すことが多い。機械は英語のMaschineにあたる語で、ギリシヤ語のMachineまたはMachané、ラテン語のmachinaを語源とし、手段を意味するものであった。オックスフォード・イングリッシュ・ディクショナリーでは、広義には力を伝達しその作用を変えるために、用いられるものを言うとし、競技には一定の機能を営む数多くの連結した部分品からできた機械的な力を使用するための装置を言うとする。広義の機械には、テコや車軸のような単純機械とそれらを組み合わせた複合機械がある。この定義では支点に支えられたテコ、使用中のプライヤー、用力点のある滑車なども機械に含まれる。しかし、これらには相関的運動が見られないため通常の意味では機械に含めない。相関的運動が見られないハンマー、のこぎり、鉋、鉋などの道具も通常の意味の機械には含まれない。Webster、S ニューインターナショナルディクショナリーでは、機械学上の広い意味では、歯車、滑車、車軸や心棒、ロープ、鎖やベルト、カム、バネ、密閉した、液体等の機械的部分品を多少とも複雑化した結合体であって、ある予想された一定の方式で物を変化させるために設計されたものを言うとする。なお、農業機械学では農業用の機械だけでなく、道具や器具などの農具も研究対象にしており、各分野の研究対象は機械に限られない場合がある。機械の定義は時代によって移り変わっており、歴史的には以下のような定義がある。蒸気機関以前蒸気機関が開発されるまでの機械についての定義は現代における建築に関わる記述中によく見られる。機械とは重いものを移動するとき極めて大いなる利益をもたらす一個の物質的装置機械とは重りの移動に対して優れた本質を持つ一組の木製の装置蒸気機関以降蒸気機関が開発されると建築以外の分野でも機械が多用され機械を作るための機械である工作機械も作られるようになり機械の定義が拡張された。これが現代における機械の定義の原型とされる。機械は人工的製作物でありその助けを借りて運動を起こすことができて時間や労力が節約できるもの。機械とは抵抗力を有する物体の組み合わせでその助けにより一定の運動を生じるように組み合わされたもの。近代以降ルーローの説より発展し現在では機械とは次のような性質を持つ人工の道具を指すことが多くなった。日本では江戸時代以前は主にからくりと呼ばれていた。明治時代以降、マシンに対応する言葉として、機械という言葉を作った。経済学でも様々な経済学者により、機械が定義されてきた。経済学的見地では、人間労働の技術的補助手段で、道具とは異なる自立作業能力を持ち、人間の労働を軽減し同時に代替する作用を果たすものを言う。機械は、素朴な食器のように人力で動くものであったり、水車や風車、馬などを動力源として動いていた。水車などに見られるように、動力源の単純な運動を別種の運動に変換する必要性から、機械は徐々に複雑なものとなり、歯車やカム、滑車、クランクといった機構が次第に開発されていった。こうした、近代化以前の機械の中で最も精巧なものは時計であり、1736年にはジョン・ハリソンが正確なクロノメーターを完成させるなど、18世紀頃にはヨーロッパにおいてかなりの精度の時計が生産できるようになっていた。時計産業は
多くの部品を必要としたため個人での製作は効率が悪く、必然的に分業により製作する方式を採用していたが、これによって精度の高い部品を正確に組み合わせることのできる高度な技能を持った職人集団が成立し、この技術を他の機械製作にも応用することで、蒸気機関や紡績機といった高い精度の必要とされる機械の生産が可能となり、産業革命の技術的基礎となった。また、1690年にドニュパパンが原始的な蒸気機関を開発して、以降、トマス・ニューコメンらによって蒸気機関が徐々に改良されるようになった。産業革命はまず、紡織機械の改善からスタートした。1733年に、ジョン・ケイが飛び火を開発したのを皮切りに、1764年には、ジェームズ・ハーグリーブスが、ジェニー紡績機を開発して、紡績工程が改善され、1771年には、リチャード・アークライトが、水力紡績機を開発することで、紡績機械は、人力から動力を利用するものへと変化した。1769年には、ジェームズ・ワットが複水機を独立させた新しい蒸気機関を開発し、これによって真に強力な動力源を得た人類は工業化を行うことが可能となった。1785年には、エドモンド・カートライトが蒸気機関を動力とした力織機を開発した。蒸気機関を交通に応用することも行われ、1804年には、リチャード・トレビシックが蒸気機関車を発明し、1807年には、ロバート・フルトンが蒸気船を実用化することで、輸送機械と呼ばれる新たな機械が誕生した。また、1800年には、ヘンリー・モーズリーが実用的なネジ切り、旋盤を発明したことによって、ボルトとナットの生産が容易になり、機械化の基盤となった。このことから、モーズリーは、工作機械の父とも呼ばれる。19世紀に入るとこうした機械技術の進歩を基盤として工業化が急速に進むようになり、それまで人力によって行われていた工業分野が次々と機械化されていくようになった。大規模な産業機械が工場に備え付けられるようになり、成立した工場制機械工業は世界の工業化を急速に推し進めることとなった。19世紀後半には、ミシンや洗濯機が発明され、各家庭に徐々に普及し、家事労働にも機械が使われるようになっていった。19世紀の終わり頃にはアメリカで発明家、トーマス・エジソンによって、電力会社が設立され、そこで、天才ニコラ・テスラも雇われたことで三相交流や、電気モーターの研究、利用が推進されることになった。20世紀初期には、電気式の掃除機も発明された。産業分類では、汎用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、輸送用機械器具に分類される。機械遺産分類では、工作機械、動力、エネルギー機械、交通機械、産業機械、測定器、実験機器、機械構造物、機構、機械要素、その他の資料に分類される。メカとは、メカニズムの略語であるが、フィクションの分野においては特に、空想的な機械装置を指す用語になっている。アンティキティラ島の機械。紀元前150から100年に製作されたと、考えられている、天文計算機械。ありがとうございます。